9月17日から23日の1週間、東京東中野で福島映像祭を開催します。今年で4回目となる今回の映像祭では、すべて2016年に制作された最新作4作品を上映します。生き物の記録を続ける岩崎監督によるドキュメンタリー第4弾、福島生き物の記録シリーズ4生命。32歳の新人監督が福島県新地町に3年半通い続けて撮った新地町の漁師たち。原発事故から5年、古井瑞江監督が描くへこたれない母ちゃんたちの物語、飯舘村の母ちゃんたち、土と共に、遺言、原発さえなければの豊田監督と日本と原発の河合弁護士がタッグを組んだ奪われた村、避難5年目の飯舘村民。そして1週間の期間中、3つのイベントを企画しています。毎年恒例となった福島中央テレビの佐藤隆さんをゲストに迎えるイベントでは、地元テレビ局のローカルニュースを上映しながらお話を伺います。市民部門上映イベント、私が伝える福島では、原発事故被災者の結婚をテーマに大学生が取材したドキュメンタリーも上映。さらに今回は飯舘村にフォーカスし、村を記録してきた酪農家の長谷川健一さん、映画監督の豊田直美さん、古井瑞江さんが飯舘村の5年の歩みを振り返るトークセッションも。今の福島の姿を見つめるとともに、これまでの月日を振り返るさまざまな上映作品とイベントを企画しています。ぜひ会場にお越しください。